今週もフライデーナイトいただきます。仕事から帰ってきて、で母とバトンタッチして、母はもう帰っちゃって、ちょっと仕事帰りですっごい喉乾いてたんで、お腹空いてるよね。もう15分でご飯にしよう。時間がない時によく作って、子供たちが好きなセバやろう。セバイエーイ、一度ファイラセバ行こう。じゃあハサミで切って、ここにセバ、これ冷凍のセバを使えるから便利なんで、こっちも食べる。あるよ、この中入れるの。なんかニンニクの芽がちょっと匂いとか残るみたいなので、置いといてください。で、ニンニク3個ね、3個ぐらいでいいか。じゃあ加熱するよ。はい、加熱してください。お酒だなーと、どれぐらい今入れたの、100ぐらい50ぐらい、黒酢、みりん、醤油、大さじ4ずつ入れます。甘めが好き。はい、じゃあ大さじ 2.5 入れる。うん、 OK、 大さじ 2.5 入りました。こんな感じでよいしょ、全体的にかぶってるお水。そしたら、はい、これキッチンペーパーやって13分、これでもう手羽にほっとくだけ。トマト切ろう。トマトがあった、もうすぐ賞味期。なんかちょっとこの前から、どうした、トマト洗ってくれる。うん、ありがとう。何だ、うん、トマト洗う係にしようか。じゃあ今日はもうご飯炊く時間もないので、冷凍うどん行こう。よし、3人前いこっか。600ワットで1個3分だって。じゃあ3個できる。3個一気にはやめた方がいいんじゃない。ママ早くない、今日ペースが。見て、もう1個飲んじゃう、うん、すごい喉乾いてたんです。もうないですよね、中に。おいしい。これはお気に入りのやつですか、うん、前冷蔵庫に入ってた。そう、大好きなスズメです。甘いんです。シュワシュワですよね。ちょっとエイカちゃん飲んだことある。買います、買いました。甘いでしょ。めっちゃ甘いですね。めっちゃ甘いでしょ。ジュースみたいでしょ。本当にもう飲みやすいからグググっていっちゃいますね。これは私アルコール度数 5% 5% だから、ちょっとでも少ない、ワインとかに比べたら少ないですよね。あ、もう飲んだの1本。ママがこれ1個切るからみんな見てて。はい、こっちの方が切りやすい。でもじゃあ2人1個ずつね、はい、切ってください。気をつけてね。3番目がトマト大好きなんでね。うん、うち大好き。こっちも大好き。みんな大好きトマト、うん、美味しいトマトだからトマトだけでいいよね。うん、オッケー。トマトを切っただけで、でもどんどんレンジしたうどんからお皿に入れてこっか。おつゆ、冷たいのかあったかいのどっちがいい。冷たい。冷たい。オッケー、じゃあお湯も沸かしとこう。熱い。なんかさ、多分かまぼこあったよね。あったあった、かまぼこ入れ。あ、いや私ちょっと飲みたかったソーダあるの。新しい、ちょっと新しくチャレンジしようと思ってたやつで、なんか一人じゃ飲まないから撮影だし開けちゃおうか。南京だからさ、さあのみんな花の金曜日って言って、金曜日はさ仕事終わりじゃない、今日ね。だから飲みに行ったりするのだけど、花がさ、そうそう、花がそうちゃん、これさもう一個見て、
持ってきてくれる。カバマコキンキラになるってやつだ。とりあえずじゃあもう、もううどん、はい、わちゃわちゃ一枚味見してみていい？何よ、うん、いいよ、よいしょ。これね、みんなで分けてダメにしよう、うん、え？なんかトマトが1個ない。食べてた、これも。あれ？トマトが2個ない、うん、犯人誰ですか？トマト食べた？食べてない。裏3なんだ、トマトがない。もくもくしてる。いやー、そうだよね、みんなお腹空いたよね。ごめんね。よいしょ。じゃあ、かまぼこ切っとこうか。うん。ママ、はい。トマト、これだけ切っていいよ。トマト食べた人。うん。ええ、あれ、トマトが全部減ってるじゃん。じゃあ、また切っていいよ、全部。でもないもん。ちょっと待って。もうみんな食べない。1個1個。はい、完成。はい、完成。お腹すいたでしょ、うん、トマト食べないで。いいよいいよ。寂しいから鰹節でも入れようか。鰹節ね、寂しいもんね。うちも、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 うまい。大人気だね、鰹節ね。うちもどれだっけ。鰹節どれでもいいよ。うちもね。いや、うちもこれ。だって、うちが一番大きいから、うちも。うん、ね、あ、ちょっと待って待って、めんつゆとこいらないと。ママでしょ。いや、ママのさ、小食だからさ。ネギでした。はい。もうじゃあ、ぶっかけでいいの、今回は。めんどくさいときこういうのに。そう、めんどくさいときはこういうのが一番よ。で、濃かったら自分でさ、薄めよ。おうどん完成。じゃーん。完成。完成。でも、取り手間も13分やりました。柔らかいんです、この13分っていうのが。あ、柔らかそう。そうなの、やりすぎるとボソボソしちゃうかな。あ、13分が一番いい。レモンだ。あ、甘いですか、柑橘系。見て、エリカちゃん、甘いのかな。甘くない。甘いけど、すごい後味酸っぱいですね。ね、酸っぱいよね。クイクイ飲んじゃう。うどんも美味しかった。ふいふい飲んじゃいます。おかわり、はい、いいね。うちも置いといて。オッケー、みんなよく食べる。これほんと大人気なんです、我が家の。簡単でほったらかしでできるからいいですよね。そうそう、おいしい。おいしい、よかった。でも、キラでも食べられる、ママ。これでも食べられる、うん、嬉しい。そんなコメントもできるようになったの。テレビ向きですね。いくらでも食べられる、全部食べる。いっぱい食べてください。はい。じゃあ今日も見てくださりありがとうございました。スーパー時短メニューでした。また見てください。